なさんこんこにちは緩緩和和ケケアア医の木下秀也と申しますつながる届く緩和ケア第136回目の今回は苦痛緩和の最終手段緩和的鎮静とは皆さんは「鎮静」という言葉を聞いたことがありますか。一言で表現すると医療においては薬により意識レベルを下げることです。 よく知られているところでは、胃カメラを受ける時の鎮静があります。うつらうつらしている間に、胃カメラが終わったという経験の方はいますよね。また、鎮静と混同されやすい医療行為には、全身麻酔があります。全身麻酔は、鎮静だけではなく、鎮痛・菌糸管の3要素を目的に行われます。そして、この場合、 人工呼吸器による管理が必要です。鎮静は意識レベルを下げるので、どの程度意識レベルを下げるのかということがあります。胃カメラの場合、浅い、軽い鎮静で、全身麻酔の場合は、深い、強い鎮静です。ここでは、鎮静薬使用中の鎮静の深さ、意識レベルの低下を評価するラス、 リッチモンドアジテーションセデーションスケールの一部を紹介しておきます図に示すような鎮静の深さの段階がありますさてここからが本題です本動画では以後鎮静は終末期における普通の緩和を目的に行われる鎮静緩和的鎮静を意味します終末期で苦痛が強く様々な 最善の手段を尽くしたが苦痛を和らげることが難しいこんな時患者家族と話し合い鎮静薬を使い少しうつらうつらした状態から場合によっては眠っている状態を作り出すことにより苦痛を和らげるこのような医療手段を苦痛緩和のための鎮静と言います苦痛緩和の鎮静については患者 家族はもちろん、まだまだ医療福祉従事者の中でも誤解は多いようですそこで今回は、週末期における苦痛緩和の鎮静以下、鎮静について解説します 1. 鎮静、緩和的鎮静とは 2. 鎮静の対象となる苦痛 3. 鎮静と安楽死 4. 鎮静で命が縮むか 5本人家族との話し合い6鎮静の方法7さまざまな鎮静などについて解説します。鎮鎮静・静緩和的鎮静とは日本緩和医療学会のがん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関する基本的な考え方の手引き2023年版では 治療抵抗性の苦痛を緩和することを目的として鎮静薬を投与することと定義されていますここで問題となるのは治療抵抗性の苦痛ですこれは患者が利用できる緩和ケアを行っても患者の満足する程度に緩和することができないと考えられる苦痛とされていますただ 患者が利用できる緩和ケアは、医療機関、医師により一律とは言えず、また、時代とともに変化していくという問題もあります。苦痛に対する治療が進歩すれば、当然、鎮静が必要となるケースは減るはずです。さらには、鎮静薬を投与するイコール意識レベルの低下とならない、または意識レベルが 低下しなくても苦痛は緩和されるケースもあることを知っておく必要もあります2鎮静の対象となる苦痛様々な研究からは鎮静の対象となる苦痛はせん門呼吸困難頭痛そして精神的苦痛ですこの中でも頻度が高いのは専毛、呼吸困難です専毛は終末期になると 複数の原因が関連して改善が困難なことが多いですつまり、終末期専門ですこれに関しては、本チャンネルの第37回シリーズ終末期、終末期専門、死に至る自然過程の一部をご覧ください概要欄にリンクを貼っておきます三、鎮静と安楽死これはよく誤解されます まず鎮静と安楽死では目的が違います鎮静は苦痛を和らげることが目的ですこれに対して安楽死は死が目的ですそして同じ薬剤を使ったとしても鎮静は苦痛を和らげる最小量であり安楽死は樹脂量ですただし間違いなく鎮静と安楽死はこのように はっきりと区別されて全く別のものという考えばかりではありません状況・状態によってはかなりグレーなこともあるのも事実です四、鎮静で命が縮むかどうしても鎮静を始めると命は縮まると考える方は多いですよねこれに関してはさまざまな研究結果があります専門家が適切に 鎮静剤を投与すれば統計学的には命を縮めることはありませんただし目の前の患者がどうかというと時に鎮静により少しは命が縮まったと考えられるケースもありますただしこのようなケースは少数であることが分かっています 5. 本人患者との話し合いこれが最も重要な課題ですこれなくして 鎮静は行えませんさらには医療従事者も個人で鎮静の適用を行うかどうかを決めるのではなくチームでで話し合うことが重要ですそして患者家族と話し合い最終的に鎮静を行うか決定します家族は残される遺族として鎮静に関してさまざまな気持ちを生じることは知られています鎮静の適宜 気になることがあれば、遠慮なく医療従事者に相談してください。ただし、可能であれば、緩和ケア緩和ケアチームの看護師などに相談してみるのがいいでしょう。6. 鎮静の方法ミタゾラムまたはフェノバルピタールを使うことが大多数です。専門が目立つときには、抗精神病薬を併用することも多いです。 注意が必要なのはモルヒネなどの医療用麻薬は決して鎮静目的で使用することはありません。7様々な鎮静以前は鎮静というと持続的に呼びかけても反応がないぐらいに意識レベルを下げるつまり持続的に深いい鎮静ととうことが多かかったかもしれません最近では患者家族の希望 状態などによって、鎮静の深さと持続時間を調整するような鎮静が行われることが多いです。また、1での鎮静の定義にも示したように、鎮静薬を投与し、苦痛は軽減したが、意識レベルの低下はほとんどないような状態も存在します。このような状況の中、最近では、 調整型鎮静と言って鎮静薬の投与量を調整しながら苦痛緩和に必要な最小量を投与するという方法も広まりつつありますこの辺りのことも含めて患者・家族は医療従事者と鎮静についてよく話し合ってください今回は苦痛緩和のための最終手段緩和的鎮静について解説しました 本動画が少しでも皆さんのお役に立てば幸いですではまた来週